この笑顔が何よりのご褒美だな。バタさんがくださった笑顔です。駒使いというのはとても孤独なお仕事です。笑顔はいつも誰かに向けるためのものでした。なかなか自然に出るものではありません。こんなにふかふかなベッドは初めてです。俺もだ。まあ俺は豚だから当たり前だが。